こんにちは、コシナです。今回はフォクトレンダー X マウント用交換レンズカラースコパー 18mm F2.8 アスペリカルのご紹介です。フォクトレンダー X マウントシリーズはマニュアルフォーカスの交換レンズです。光学設計は富士フィルム X システムカメラのイメージセンサーに最適化されています。レンズには電子接点を搭載し、レンズとボディ間で信頼性の高い電気通信を実現しています。外装はアルミ製で、剛性と所有感を高めた製品になります。今回の動画では内容をパート1とパート2に分け、前半のパート1ではカラースコパー 18mm F2.8 アスペリカル X マウントの製品のコンセプトについての紹介、後半のパート2ではフォクトレンダー X マウントレンズ全般の話題をお送りします。後半の内容は過去の X マウントレンズ紹介動画と同じ内容になります。すでにご覧の方は復習を兼ねご覧いただけると幸いです。それではカラースコパー 18mm F2.8 アスペリカル X マウントのコンセプトについてご紹介します。フォクトレンダーカラースコパー 18mm F2.8 アスペリカル X マウントは2023年6月に発売したウルトロン 27mm F2 X マウントのコンセプトをそのままに、 35mm 版換算 28mm 相当の広角レンズにした製品となります。製品サイズは先に発売しているウルトロン 27mm F2 と同じ筐体サイズとし、全長はマウントから 23.5mm と高い携帯性を維持しました。光学性能も同様に、ウルトロン 27mm F2 の光学タイプをベースに開放絞りを F2.8 にし、非球面レンズを1枚追加し、大きさと光学性能を維持しています。製品のカラーはシルバーとブラックをご用意しました。ボディに合わせていただくのもいいですし、世の中にはブラックが多いこともあるので、あえてシルバーを選択していただくというのも良いかと思います。お好みに合わせてチョイスしていただけると嬉しいです。カラースコパー 18mm F2.8 アスペリカル X マウントの一番の特徴として、本格的な実用性を兼ね備えたコンパクトなレンズであることです。世の中にあるレンズの中で安価でコンパクトであることを売りにしているレンズがあり、そのような製品は機能上何かを犠牲にしていることがあります。例えば光学性能や絞り値、最至近距離、操作性能など。コンパクトで携帯性はいいのだが、本格的に撮影したいとなるといまいち実用には向かなかったという経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。カラースコパー 18mm F2.8 アスペリカル X マウントはこれらと異なり、コンパクトでも光学性能や操作性などに妥協しない製品として企画しています。最短撮影距離は 17cm、 テーブルフォトにも十分使用できる撮影距離を確保しています。絞りはメカ直結構造で、羽は10枚を採用しています。最小絞りは F22 まで絞れることから、深度を生かしたパンフォーカス撮影にも対応できます。また全長を短くすると絞りやフォーカスの操作性が犠牲になってしまうことが多いですが、フォーカスリングにレバーを装備することでフォーカシングの操作性を向上させています。レバーは指にフィットする形状です。またこのレバーが製品のアクセントになっているかと思っています。レンズフードはコンパクトなドーム型のフードが付属します。フード先端には金属製のねじ込み式フードキャップを付属しています。次にフォクトレンダー全般の話題として4点をお話しします。 X マウント対応ボディについて、使用可能モードについて、 X マウントボディのおすすめ設定について、一部機種での絞り値表示の設定について、光学系は富士 X マウントに最適化しています。電子接点を搭載し、育児手法、フォーカスチェック、撮影距離連動表示などが可能です。ボディ内手ブレ補正搭載ボディでは手ブレ補正も機能します。フォクトレンダー X マウントレンズ全般に共通することですが、電気通信可能なボディとファームウェアに制限がございます。現在発売している製品と対応ボディは借りませんので、ご購入の際はコシナホームページにてボディとファームウェアをご確認ください。また電気通信非対応ボディにも装着できますが、その際はレンズなしレリーズを許可にすることを忘れず行ってください。 X マウントボディで使用できるモードはマニュアルモードと絞り優先オートモードになります。
その他のモードではご使用できませんのでご注意ください。例えば、プログラムモードなどを選択した場合、機種によっては背面液晶が明暗を繰り返すような表示をすることがあります。このような症状になった場合は、撮影モードを確認してみてください。被写界深度設定をフィルム基準に設定すると、背面液晶に表示される深度領域がレンズの被写界深度メモリと一致いたしますので、深度を生かした際の撮影に便利です。フィルム基準の深度は、プリントを干渉するときを想定した深度の考え方になります。一部機種でご使用の際、カメラの背面に表示される絞り値が T1 で表示される機種がございます。そのような表示になってしまっている場合、カメラボディの設定で絞り表示を T1 から F 値に変更すれば、表示は F 値になりますのでお試しください。今回、カラースコパー 18mmF2.8 アスペリカル X マウントの製品をご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。製品購入の際の参考となれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。600円になります。よろしいですか？すいません。